イエルです。本日は群馬県みなかみ町の伊賀の花畑に来ております。ここは、ほうき草と小菊、小菊の丘っていうところで、まあ、コキアですね。コキアの花畑がもう出てまして、いきなり行きましょう。すごくないですか。朝一で誰もいないし、まあ、というわけでここを今日はゆっくりと見ていきます。いや、これすごいねこのコキアだと茨城にある日立海浜公園で有名だけども、ここもすごいね。いやで、紅葉がねちょっとねもう終わりかけてきてしまったっていうところで、ちょっと時期を誤ったところはあるんです。ちょっと来年度も含めてね、これ緑の方のさっき夏場8月って書いてあったけど、8月も綺麗なんだけど、この時期も綺麗だね。あ、バスある、バス、藁で作ったバスがある。乗れんのこれ。あ、そして伊賀の花畑書いてあるね。最優秀賞団体の部伊賀の花畑。いや、これすごいもんねちょっとハロウィン仕様になってんだこれ。この藁のバスもすごいぞちょっとコアラっぽい顔になってるけど、藁でちゃんと多分入っていいんだろうな。じゃあちょっとバス入ってみますわ。あ、すげえ、うん、ハンドルも綺麗に作ってある。これ子供と一緒に来てもいいよね。で、中からこんな感じ。うん、こう座ってみる、ここに椅子あるんだけど、椅子に座ってみるともう枠から見えるから、こんな感じ。あー、美しいよ。ワインレッドのコキアいいね。まあ、ほうき草って書いてあったけど、この手前がこれ小菊なのかな。これも色合いだ、白、赤、黄色ってたくさんあるね。そこに高台あるね。高台の方行ってみようか。あ、ここがでもちょうどど真ん中っぽいけど、いや、すごいわこれ。もっさもっさしてんな、おい。あ、葉っぱが赤くなってんじゃなくて茎が赤くなってんだ。そういうもんなんだ、ほうきってことって。へえ、面白いね。畑の中も自由に散策してください。入っていいんだ。まあ、要するにここ通っていいってことでしょ。すごくないこれ。で、今日はちょっと一人だから畑から撮るんだけども、向こうからこれ写真撮ってとかできるわけでしょ。これすごいな。切り株に顔がある。なんか子供の秘密基地みたいな感じだよね。豚もいる。で、なんかこっちは鐘があって、あ、ウサギだ、ウサギいて、お前なんだろうな、リスかな、なんだろうな。あ、こう椅子もあって、こう椅子、あ、これもいいですね。あ、なんかあっちの方にまたなんか作ってるね。アーチ状ののがあるね。はあ、よし、じゃあちょっと上行こう。ブランコもあるよ。完全手作りなんだろうね。ちょっとハロウィン仕様になってるし、なんかハロウィンと紅葉って、まあそっか、かぼちゃが紅葉してあんなオレンジ色になってるとか、そんな感じだもんな。よし、到着。うわー、上いいね、一望できるね。これ若干の色のコントラストがいいね。多分手前の方がもう終わってきてんのかな。で、奥の赤いのがこれからっていうところなのかな。はー、美しいね。これ緑のもやっぱ見てみたいね。おー、なんか鳥が鳴いとるよ。
そして誰もいねえびっくりするぐらい誰もいねえ。これまだあと1週間ぐらいは持つと思うんでね、ぜひ来てもらいたいね。いやー素晴らしい。11月1日に、去年の11月1日にほうき作りイベントっていうのがあって、これ収穫されちゃうんだねおそらくああじゃああと1週間2週間ぐらいの話なのか。あ、11月の第1日曜日にほうき作り体験やっちゃうから、そこでちょっと刈り取られちゃうのかな。これでも8月初旬のこの緑いいね、これ見たいな。あ、で菊の方はこんな感じで、上から見るとなってんのかな、感じられなかったな、遠いからかな。そしたら上から見て一番赤かったあっちの奥行ってみようか。すげえな、ついたね。色のコントラストわかるかな、この2段目までがちょっと緑っぽくて、こっち行くともうかなり鮮やかなワインレッドになってるって感じだよね。うわすげえなあ。ちょっと倒れてしまったりはするけど、上から見た感じ全然そんな違和感はなかったけどね。いやー美しいや。はあ、ちょっと入っててみる。いやもっさもさだよ、おい倒しちゃうからな、これ以上これ以上行くのやめとこうか。いやいやいや、伊賀の花畑おすすめですね。はい、というわけで本日は群馬県みなかみ町の伊賀の花畑でした。美しいね。そしてあと2週間これはまだ見られますので、ぜひとも行ってほしいです。コントラストいいな。あっちの方に黄色い、黄色いのを見せたの、黄色いの光を聞くなんだろうな多分。はい、アクセスの確認です。車ですと関越道月夜のインターの方降りて車で15分、電車はいろいろ調べた結果分かりませんでした。ごめんなさい、自分で調べてください。まあ、車で来てください。本当に山なんでね、まあ、後ろ見れば分かるけど山なんでね。まあこの水上はね、水上温泉があったりとかね、前以前行った、吹き割れの滝ですとか、そういうところにも行けたりとか、あと猿ヶ京温泉とかね、そういうのが結構近くにあったりするんで、まあ今ちょっと結構感染も収まってきたんでいろいろ来れると思いますので、ぜひ皆さんあと2週間または来年、このほうき草の紅葉を見に来てください。ご視聴ありがとうございました。